時までしますか。今日はでも一日リハーサルがあるんですけど、リハーサル前にもう一つお仕事があるので、そんな遅くまでしないよ。リップ塗ろうとしたら始まった塗れた、ちゃんとリップ。おはよう、あれ出遅れた。いや、ちょっとだけ本当に1分くらい早めに始めたので、全然今さっき始めたばっかりだよ。サンドイッチ。ミックスしか勝たん。あ、いただきます。最近このサンドイッチしか食べてない。うまい、うまい、うまい、うまい。ちょっと待ってね。来年から福岡の看護学生になるよ。だから公園たくさん見に行くね。だって嬉しい、ありがとう。頑張ってね。マリアちゃん何歳になったの？17歳です。今千葉から福岡に来てるよ。だって めっちゃクリームだけついた、びっくり。ちょっとこのクリームマリア食べると気持ち悪くなっちゃう。マイさんの水中カバーは白熊？白熊。こっちの気分やな。そんな甘いよ。最近ドラニワっていうの、今日会いますよ。
ヘボン以外のサンドイッチ食べない、あんま食べないかも。そろそろ朝はコーンスープの季節になってきて、毎日飲む方めっちゃ飲む。この前飲んだ。今日は一日長そうやね。長そうやけど、メンバーたくさんいるから楽しみ。テスト頑張れって言ってほしい。待ってね。テスト頑張れ。コンスープ粉で溶かすやつとレンジで温めるのどっち派？粉を溶かす方かな。ラスト。まあさんもテストもうすぐなんだよね。やっぱツナが最後が良かったな。なんか いつもと違う味する。味がいつもと違う。味が全然いつもと違くてびっくりした。テンション急に下がった。ちょっとママに食べさせて。マリアンの舌がおかしいだけかもしれん。やばい、毛布丸めてるの見えた。で、奨学金は今日の9時までだから、今ちょうどぐらい。ちょっと怖いんで食べるのやめとこう。いつもより美味しいの。いや、いつもよりなんかね違う味するの。昨日冷蔵庫入れ忘れたからかな。絶対それやん。
もうそれしかないやん。お腹痛くなったらマリアもう無理よ。今日一日リハーサルできないじゃんか。この季節だから別に大丈夫かなって思っちゃった。いつも番数何番、番数って何だろう。9周年の瀬戸利が気になる。だってマリアは絶対口を滑っても言わない。明日もお昼公演だからね。ここで全部食べてお腹痛くなっちゃったらダメなので。昨日は公演スケジュールを少し口滑らせたもんね。そんなことあったっけな。ちょっとマリオの記憶から消しちゃってるな。マリアちゃん身長伸びすぎててびっくりした。伸びましたよ。明日の昼公演は新幹線で見れるかなって。お、ありがとう。明日は移動しながら見る予定です。みんな移動しながら見てるね。ミクリンは151センチだそうです。マーさんそれ以上。マーさんは155センチです。イエイ、やったー。だって入ったの129センチだからね。今村さんって群馬なんだね。そんな気がした。本当なんか群馬の地感じました。私149しかない。伸ばしたいよ。いやなんかでもこう今伸びてから思うけど、ちっちゃい時ってこうタンコちゃんとか見ると小動物感ってめっちゃ可愛いって思う。思うよ。おはようございます。聞こえないって大丈夫？聞こえてる？うん。見下ろしてたマリアちゃんが気づけばほぼ視線が平行になった、なったの見た時は涙腺やばかったらって。目指してる身長で175センチだっけ、158くらいかな。AKB カフェの壁に群マリアってサインいっぱいあったけど誰の、いっぱいあったの？それは分からない。いっぱいあったの？なんで？なんでいっぱいあるの？誰が書いたんだろう。マリアなのかな。そんなでもいっぱい書いた覚えないな。3、4箇所あった。マジ何書いたかな。この前テストの結果でクラスで一番だったよって。すごっ。あ確かにチームメイトの清水マリアさんかもしれん。
明日の公演の見どころは、全部。久しぶりに昼公演だからなんかワクワクしてるわ。マリアちゃん今日何するの？マリアちゃん今日はあれです、9周年の投資リハがあります。パーカーとかフリーサイズ着れるくらいの身長がちょうどいい。マリアはフリーサイズがちょっと大きいくらい。でもマリア部下、部下ダボか、部下は違うね、ダボだったね。ダボって着るの好きだからね。ちゅうことで生日タイムスタート。リハも緊張する、緊張する。福なコミカ、よしひろさん、ともはん、ゆかちゃんとく、関ゆうき、デニムのだかさん、みさどん、るりちゃん、あやな、ほかプリントーさん、ほかいろなかったかな、これプリントーさん、だいすけ、関やっくん、石なお、なおぴー、うみほたる、ゆうてぃ、ひろみ、かにと、あ、かかとにがびょう、めっちゃいたやつやん。ハヤト、男の子、斎藤、ゆかみん、たえちゃん、コナン、パル工房、慎太郎、終了。13位、これはなんだ、ほかぞのさん、ほかぞの、なんて読むんだろう、これ。ほかぞのさん。なんか距離感みたいになってた。ありがとう。下月さんかな。12、34、サッシー、ひさたんさん。ひさたん、ありがとうございます。11位、よしぱんさん。10位、プリントーさん。9位、ただの魚さん。8位、ペコさん。7位、はしもっちゃん。6位、よしひろさん。あー、変わっちゃったー。変わっちゃったからもう一回やる。13位、プリントーさん。12位、ネッティブコデさん。11位、はしもっちゃん。10位、ただの魚さん。9位、はやとさん。8位、よしひろさん。7位、ペコさん。6位、ひかれびさん。5位、伊勢ひゅうがさん。4位、神崎まさかずさん。3位、あすかさん。2位、矢野さん。1位、まーさん対 MGM、 病院にいるため、ビヨン。大丈夫？お大事に。公演ってどうやって見れるんですか？なんか今、DMM っていうところで配信をしているので、HKT ホテルと DMM って調べたら出てくると思います。ということで、今日は、リハーサルともう一つお仕事があるので頑張ります。ちょっと前髪ここだけ調子が悪い。あともうちょっとでマリアも家を出るので頑張っていきます。皆さんも頑張ってください。またねー。